応援側は新末民初の政治家。北京政府では安徽花戸に属し、国民政府成立後も中蘇交渉などに携わった人物である。字は月波。号は空海。1903年、希望家巨人となる。後に日本に留学し、早稲田大学、中央大学で学び法学士の称号を得た。1911年に帰国すると、河南高等学堂教務長に任ぜられたが、間もなく河南独立を図り、ことが漏れて上海に逃れた。上海では民律法の編集となっている。中華民国成立後の1912年初めに統一党の幹事に選ばれ、間もなく副総理とされた。同年5月、統一党が民社などと合併して、共和党が結成されると、応印側はここでも幹事となる。翌1913年、衆議院議員に当選する。同年5月、進歩党が結成されると、王は同党理事に選出された。その後、憲法起草委員、政治会議議員、薬法会議議員を歴任する。1914年5月、三世委員三世に任ぜられ、北京、王式日報を主催した。1916年、袁世凱死後に復活した国会で、衆議院秘書長を務めた。1918年、安徽派を支持する安福クラブに加入し、同党評議会副会長となっている。同年9月、安福国会で衆議院議員に選出され、同院秘書長に再任された。1920年2月、処理河南省省長に任ぜられる。7月、安徽派が安直戦争で敗北すると、安徽派に組みしていた、応印側も下野した。1924年、応印側は奉天派指導者、張作霖の顧問となる。翌年7月、段祺瑞の執政政府で、臨時三世院三世に任ぜられた。1927年、張作霖が大元帥になると、王は、河南省武士に任ぜられる。北京政府が崩壊すると、王は、下野、大連に官居した。国民政府成立後の1929年、応印側は中蘇会議代表団秘書に任ぜられ、以後数年間、ソビエト連邦との交渉に関与した。1934年7月、安徽省政府主席、劉鎮華の下で、同省政府委員兼秘書長に任ぜられた。1937年4月、王は劉と共に辞任し、以後故郷に引退した。1939年、天津にて病没。日本側からの傀儡政権参加要請をあくまで拒絶し、抗議の断食をして死に至ったとされる。享年61。ありがとうございます。